はい、どうも、メイヘラおじさんです。お疲れ様でございます。まあ、ニュース一本ということで、まあ、ロスジェネ世代は今ということで、毎日新聞が、まあ、コラムというか、ヤフーの方に、まあ、掲載している、まあ、なんですかね、記事がございますというところですね。で、東京学芸大学の教授さんは、まあ、大きな危機の先端にいるということで、まあ、インタビューに答えてますと。というところですね。で、ロスジェネ世代、まあまあ、就職氷河期世代でございます。まあ、昨今、80、50問題であるとか、まあ、ロスジェネ世代が、まあ、高齢化していくことによって、いや、老後2000万問題とか言ってたけど、結局、非正規の人とか、職に、新卒で入れなかった人たちが、まあ、たくさんいる中で、まあ、言うたら結婚もできなかったし、まあ、そういう、何ですか、社会から恩恵を受けなくて、ずっといた世代、ここを、まあ、今後、老後を支えていかないといけないんだけども、まあ、それを支えるだけのですね、まあ、人口もとにかく残ってないですし、かといって、みんな蓄えがあるものでもないですしと、まあ、唯一、親がお金を持っている場合は、それを、まあ、移管してもらうことで、補填はギリできるというところだけれども、一個人個人で見たら、そんなにこう、まあ、余裕がないというところであったりとか、あるいは、まあ、あの時ぐらいは勝ち組負け組の話とかめっちゃ出てきましたけども、まあ、本当にそういう形の格差が出てきてたり、あるいはもう本当にそういう資産がない人は生活保護にならないといけないんじゃないかという未来までが見えてきているというところが、まあ、前段にあるとは思ってございます。まあ、これおじさんの妄想なんですけども、で、2000年初頭には、まあ、いろんな政策取られて、若者対策だったけども、まあ、もう少し頑張りゃなんとかなるぜっていうようなことをなんか、まあ、言ってきたけども、それが、なかなかうまくいかなくて、で、結局若者のせいにしたから、日本の労働市場の構造的な問題は、まあ、なんていうんですかね、その時は気づかなかったけども、今、まあ、そういう人たちが40、50になってですね、そういう人たち向けにいろいろ政策を打たないと、こう、いよいよ、社会がやばいぞというところになってるけども、相変わらずその労働環境とか新卒重視で見て、そういう、まあ、氷河期世代、ここを、まあ、置き去りにしてるなというところが、まあ、昨今のね、氷河期世代対象にした、まあ、転職であったりとか、まあ、公務員の採用であったりとかっていうところでもよく見えるというところなんでございますけれども、だから、まあ、どうすんだというところだと思うんですよね。はい。で、まあ、それが直面していくとなったときに、まあ、どうするんだというところなんですけど、どうするんでしょうねっていう感じで終わってるんで、もうちょっと何とも言えないんですけども、まあ、おじさんの持論としては、まあ、そうやって、まあ、ある一定の時に処置を施せなかったことによって、まあ、その人たちが40、50になってきて、次60迎えようとしていると。で、おじさんもちょうどロスジェネ世代、の一番後ろかな、1984なんで、まあ、ちょうど氷河期世代の、ギリ入るところで、まあ、大学院行ってたからちょっと外れる。じゃあ外れるんですけども、でもそういう氷河期ロスジェネ世代だったがゆえにですね、僕は国立の理系志望っていうことに無理やりさせられてましたし、まあ、結論的に私立文系なんですけども、いや就職に関してはマジやばいからということで資格取ったりとか、結構社会的にやってましたし、バイトの扱いもひどかったですしと、700円ぐらいでしたからね、時給が、はい、でしたし、なんかやらなあかんことも多かったですし、というような状態だったわけでございますよ、というところで、いやいや、まあ、今、待遇はどんどん良くなってきてるとはいえ、いやいや、あの時のひどい状況を味わって、いろんな挫折を受けてですね、こう、正規ルートに乗れなかった人ってもたくさんいるわけでございます。はい。で、そういう人たちを、まあ、老後を迎えるにあたってですね、まあ、前段で言ったように、まあ、お金が足らないであるとか、あるいはその年金をちゃんと払ってないであるとかですね、そういう問題っていうのはすごい出てくる、わけでございますよね。あるいは子供がいない、結婚してないとかっていうのが、まあ、どんどん表面化してきて、それにより、社会から孤立したりとかですね、孤独になったりとかですね、あと貧困、まあ、おじさんのチャンネルでもいろいろ言ってるんですけども、中年中高年の孤立孤独貧困、あと、まあ、貧困は小金持ち、
の、言うたらまあ、そういう特定ワードでですね、いろいろ、まあ、引っかかって、おじさんのチャンネルに来てる人もいるんですけど、まさにそれが、浮き彫りになってくるんじゃないかなと思ってます。で、そのために何をするかっていうのを、まあ、政府なり、自治体なり、あるいは、まあ、世代間でですね、いろいろ考えていかんといかんなというところではございますと。おじさんも別に会を持ってるわけではないんですけども、まあ、おじさんの、言うたらチャンネルの中でいろいろ話してる答えとしては、緩いつながり、孤独孤立を、まあ、言うたら、できるだけ、避けて、いろんなところに顔出しをして、別にネットワークに組み込まれる必要はなくても、つながりを、まあ、言うたら求めに行って、孤独じゃないよ、孤立しないよっていうようなことを、やっていくことが、精神安定剤になるかなとは思ってございます。はい。と、あとは、まあ、樽を知るの生活です。もうここから、一発逆転って言っても、もちろんその逆転の目はあるかもしれないですけども、そういうのって、勝手になんかこう、ボーンと生えてくるもんではなく、日々の積み重ねだったりするんで、まあそういうのもまあ、横目で考えとくのはいいんですけども、いやいや、樽を知るで、今、日本はまあ治安がまあいいと。で、まあ公共交通機関も走ってる、犯罪もまあ比較的少ないですよ、というところなので、まあそういったところの上に、乗っかってですね、できるだけ固定費を下げて、つつましやかに生活するのを良しとするというのであったりとか、あるいは安くても使えるものってたくさんありますよね。Wi-Fi 飛んでますよね。ネットフリーアマプラで、まあ大体1500円ぐらいで、そういうコンテンツを見ることができますよね、であるとか、あるいはそのネットワークで、こう、まあネットワークって言ったらちょっとなんか怪しい雰囲気ですけども、そうやっていろんなコミュニティに所属していることによっていろんな人とおしゃべりするのはまあただないし、まあオフ会があったらまあお金はかかるんですけども知れてますと。で、そういうところでの幸福感っていうのや満足感っていうので良しとしないと、いかんかなというところはあったりするところでございます。あるいは、もう、振り切ってしまって、田舎暮らし万歳っていう形で、だからお金のかからない生活の中で楽しみを見つけていくっていうのと、そういう思想的なもの、で、まあ、のんびりやっていこうぜっていうような人たちで、やっていくっていうのが、まあ、この世代の、生き残る術なのかなというふうには思ってるんですけれども、まあその辺いかがでしょうかというところですね。わかんないですよ。他にももっとやりようがあるのかもしれないですけども、今現時点でおじさんが思ってるのはそんな感じでございます。だからこそおじさんはそのまあコミュニティの一つとして、自分のチャンネルをどうこうしたいなというのはありますし、まあそうやって、まあ広がったまあ縁の中で仕事をね、まあ融通聞かせたりするっていうようなことで、別に共産主義とかそういうあれではないんですけども、まあまあ自分の知り合い捨てでね、ちょっとずつまあシェアしながらやっていくのが、まあ醤油貸すとかそういうレベルかもしれないですけども、その全部支えるとかもう無理ですみんな。はい、なのでまあ生活保護を取る方はとってもいいと思いますし、そういう公共の支援とかも受けながらやっていくでもいいですし、僕だったら障害年金の話もありますしね、だからそういうものも使いながらでもその大きく、なんか使ってどうのこうのというのではなくて、太郎氏の生活をしながら、自分の幸福感を高める術を、模索するっていうのが、僕は一つの解決策かなと思ってございます。はい。以上でございます。